はい、どうも、ジュウです。マリオパーティー8、パート11やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もドンキーコングのジャングルパーク進めていきたいと思います。ねえねえ、気がついてる？もうゲームも終盤だよ。皆さん聞きましたか？気がつけば残り5ターンとなりました。今の順位はどうなっているんだ？ 1 位マリオ、2位ワリオ、3位ルイージ、そしてビリはヨッシーとなってるぞ。残り少ないターンで逆転は起きるのか。ここで最後の望みをつなぐチャンスだ。ラストチャンス。まずはラストチャンスとしてビリのヨッシーには決闘キャンディーを1つプレゼント。お、決闘か。これ結構強いんだよな。そして全てのマイナスマスにコイン袋、それ以外のマスには1コインをセットだ。お、すげえ、コインがセットされた。ねえねえ、このボーナスコインは早い者勝ちなんだよ。急いで集めてね。さあ、これで少しは面白くなってきたかな。残り5ターン、最後まで頑張りましょう。よーし。そう、マリオパーティー8にはこういうものもあるんですよ。お、こっち行ったな。怖い。こっちに行くけど、お、これはスーパーキャンディー。結構すごいね。コイン袋は5コインですからね、ちなみに。お、そしてこいヨッシーをスタートに戻したいのか。5。あ、これ届くね。どこ握ってるんだろう。あ、待って、しかもこれクッパマスじゃねえか。あー、待ってよ、スターの位置変えられるからな。はい、クッパが現れた。わがはいを無視してマリオの邪魔をする。マリオのためにスターを変えた。あー、読めなかったけど、まあいいや。はい、次のスターの位置はここ。うーん、ここか。よし、わ、なんだっけこれ。サイコロブロックが2個になり、ライバルにぶつかって、そこで決闘が始まります。あ、別に使う余地がない。1かい。1だったわ。はい、ルイージ、コロコロキャンディーを使ってきた。これ10ポイント奪うからな。9。強い。はい、はい、おお、ルイージがスターのことに出てきました。わ、これどうやってゲットしてるんだろう。いや、ここは普通に喋るんかい。喋るんかい。はい、次は、ここだ。お、近い。ナイス。はい。そして、プラスマス。よし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 。とりあえず、いいマス目を出したいな。はい、1対3ですね、これは。まあ、バトルミニゲームはあんまり出ないんでね。さあ、なんだ？スケボーで駆け抜けろ。あ、これ面白いやつですよ。はい、コースにある障害物を動かしてスケボーになった3人の邪魔をしよう。制限時間は30秒です。動かせる障害物はカーソルの色が変わります。3人が通り過ぎる前に動かそう。はい、これが加速か減速で、そして左右移動ですね。じゃあこれで頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ頑張っていきましょう。縦持ちですからね。おお、よし、行くぜ。これを、この BGM がマジあれだけど、うわー、当たった。そう、ヨッシーとルイージ頑張ってくれ。
あ、危ねえな。はい、キラー発射。よし、壁。お、よし、ナイス。よし、生き残ってくれてありがとう。OK。 はい、ちょっと俺がちょっと鼻歌のせいでちょっとあれだったんですけど、まあそれはいいんですよ、いいから、洋曲だから。お、そしてスーパーキャンディーを使ってきた。え、ここで、はい、7、2、5で14。え、これ届くか。うわ、血統キャンディー3つ目、多いな。はい、はい、そしてヨッシーが届きました。まあそりゃあ3つも使われたらな、こうなるな。あ、でも現在2位だ。さて次はここだ。近そうで遠い。わあ、残り2じゃん。わあ、わあ、そりゃ血統ちょっとつけてるわな。え、嘘でしょ、こいつダブルゲット、そんなことあるか。これはラッキーじゃねえよ。なんで14も出した。ちょっと待って、ヨッシーを止めないといけないな。やばすぎ。待って、あいつ33で運いいな。次はここだ。はい、そしてクマースに変わってしまった。ヨッシーのターン長すぎる。1位、はい、3コイン。はい、マリオスタート。今が12ターン目。ゲット。8位、はい、上行く。じゃあちょっとキャンディー買っていきますか。はい、じゃあここはバネバネ、いや、ここはスーパーキャンディーでしょ。はい、マイナス15。よし、オッケー。あ、まずい。あー、ハプニングマスだー。ハプニングマス、ハプニングスター狙うからこれあるかもしれんじゃん。バクンフラワーに10個以上食べられてしまった。これは残念ですね。まあちょっとこれはあんまり見過ごせはできないな。はい、はい、はい、コインプラス3。はい、ここで読みよう。はい、さて次のミニゲームは何だろうな。今何時？よし、ということでじゃあ頑張っていきますか。はい、ルール、とりあえずルールから見たいんですけど、はい、時計の針を日本と同じに合わせよう。先に3ポイント取った人が勝ちです。日本の地獄に近づいたら通り過ぎてしまわないように時計の針のスピードを調節しよう。はい、ひねっている間針は回り続けます。よし、じゃあ頑張っていきましょう。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、お、時計屋だな。おお、この時計だけおかしい。この時計なんだろう。あ、この BGM もなついな。はい、オッケー。はい、次はどっちから早いのかをしっかり計算。
はい、OK。 はい、次で決まるか。はい、OK。 勝った楽勝でしたね。素晴らしい、マリオの勝ち。はい、10コインゲット。お、今度は時計が揺れ始めた。はい、この後マリオには何が起きたのか未だに分かりません。はい、ラスト3ターン。ちょっとここで決闘を仕掛けてきた。おー、ルイージと勝負したいのか。お前は6と2で8。はい、来た。さあ、デュエルミニゲームで勝負だ。さあ、結果はヨッシーだ。わ、スターを奪えるのかよ。わ、1スター、やばすぎ。やべえ、このゲームやべえ。だったらもっと早くスターを奪いに行かないとな。なんとかヨッシーを止めたい。お、わ、ラッキーマース。おお、わー、すげえ、すごいところに着きましたね。はい、マリオスタート。じゃあここでスーパーキャンディを使います。はい、行きます。ほい、7と7と、お、あー、8惜しい。22でも進めるからいい。はい、最高キャンディー手に入れた。ほい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 、よー。はい、これでスタート交換しましょう。おい、よし、 OK、 素晴らしい。よし、これでスターゲット。これで現在2。まずまずよし、決めないといけないからな。でもコイン少ないぞ。わー、遠いなー。じゃあちょっとキャンディー買ってくか。じゃあまたスーパーキャディでも買っとく。はい、これいろいろと使えるからな。はいはい、こう引いて、はい、ここで下っていく。はい、プラスマー。はい、ルイージスタート。2。はい、コロコロキャンディー、マイナスマース。あ、これはチーム戦確定ですね。はい、1対3だ。なるべく1対3とかが来てくれたらマジで嬉しいんですけど。はい、何ですか。脱出ビルディング。これ一人側ボコられるやつですね。はい、3人の発射する球を避けながら足場を登ってゴールを目指そう。制限時間は30秒です。移動床に乗っているときはとても狙われやすいので動き回っていいよ。動き回りね。これでライバルの邪魔をするやつですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。いくぜー。おお、キラーだ。おお、鉄砲。行くぜ。行け、ウィージの狙い、オッケー。おお、オッケー、オッケー。無敵時間といってもそんなに多くないからな。オッケー、ナイス。やばい、もうちょいでゴールだ。やばい、あと3秒。うわあ、
待って、あと2秒かよ。あー負けた。あー10コインゲットならず。まあこれでもまあ別にコインはいくらでもあるからいいんですけど。はい、ラスト2ターン。お、また決闘に出るのか。またルイージとでも勝負したいの。はい、2と6で8。はい、さあ次はどっちが勝つんでしょうか。結果はルイージだ。わー、コインか、しかもしょぼい、5コイン。はい、これはいいね。はい、そしてマイナスマース。お、そしてワリオ。お、カクカクキャンディをここで使う。よし、4。おお、1バス進むごとに6バス、6コインも手に入れた。待てよ、じゃあちょっと俺もここで勝負していいですか。決闘キャンディ使います。はい、もうこれマジで最高運ですね。いけー、1、やばい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 、7、合計8。どうだ、でも間に合うと届くよな。はい、頼む、届け。オッケー、ギリギリ届いた。オッケー、よーし。さあマリオ、決闘で戦う相手を選んでください。よし、じゃあまあよしでしょう、ここは。さあまさにメラメラと燃えているマリオとヨッシーがデュエルミニゲームで勝負だ。ミニゲームで勝てばダーツルーレットでライバルの持ち物が奪えます。頑張りましょう。よし、じゃあ行きます。ではミニゲームルーレットスタート。あ、待って、マジであれだけはダメだ、かわしてウキーだけはダメ。ペイントクリボー。あ、これ1対1にもあるんだね。よし、じゃあ頑張っていきますか。まあ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 、マリオパーティー100人もありましたから大、いや違うな、マリオパーティースーパースターズにもありましたから、まあ操作とかルールとかわかります。いきまーす。いけいけ、もうとにかく連射だ。もうマジでこれスプラトゥーンみたいに最後までわかんないんで。いいよ、いけ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 、とにかく動こう。いけ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 マリオの獲物になってしまいました。なんでこれ1対1にも実装したんだろうか。まあ別にいいけどさ。よし、勝ったマリオはダーツルーレットだ。よし、ここでスターを奪いたい。奪えるか。あ、お、あ、やった、1スター。またヨッシーの1スターがマリオのものになります。やったー、これで逆転ですね。はい、そしてマイナスマー。はい、そしてルイージ4。はい、お、マイナス15コインで、はい、スーパーキャンディープラス3。はい、あ、バトルミニゲーム、バトルミニゲームの時間です。みんなからコインを集めて勝ち残ったり、良い成績を出したプレイヤーたちに与えられます。
それじゃあみんなから集めるコインの枚数を決めます。さあ今回は20コイン。また20コインですか。はい、ヨッシーはコインを持っていません。60コインが集まりました。ちょっとデリバトルに気にしないでいきましょう。さあ今回はなんだ。お、これはツルツルアイランド。60コインをかけたバトルです。これは乱闘ですか。はい、ツルツル滑るステージ、パンチやキック、メットコーラを使って脅し合いをしよう。メットコーラはジャンプで潰してから体当たりをするとその方向に飛んでいきます。あ、もうこれもう横持ちなんですね。じゃあ頑張っていきますか。はい、じゃあ頑張っていきましょう。よし、1位を目指すつもりで頑張っていきます。あ、ヨッシーが、わあ、メットコーラが落ちてきた。なんで DJ がしっちゃかめっちゃかなの。やばい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 、落ちちゃくない。おお、ルイージ脱落した。待って、あれ、なんかヨッシー、ワリオも脱落してる。やだな。もう己の力で倒すしかない。いった。やばい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 、これはもうマジでの乱闘だ。やばい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 、もうオッケー。相手じゃ自滅した。しかもこれ自分で泳ぐのかよ。よし、決着がつきましたね。2ゲームの結果でコインを分けます。はい、42コインゲット。はい、素晴らしい。ということでうまくいきましたね。はい、これがラストターン。ついにラストターンまで来ました。はい、サイコロキャンディーを使って6と5で11。はい、上行く。はいはいはい、アブリグママイナス10コイン。オッケーオッケーオッケー、最後にコインなくしてやんの。1。さあ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 した。ここでスーパーキャンディー使いますか。ほい、よし。これでさっき11で届かなかったので、これ12以上で届きますね。8と6と9。お、でかい。23だ。よし、じゃあ上行こう。ほい、ラストターンだからキャンディーは売り切れなのだ。次のゲームでまた来るのだ。こうちゃんとちゃんとしたセリフがありますね。はい、よし、これでスタート。こっからだ。はい、これでコインマイナス20。よーし、これでスター4つ目。もう勝てるのでは。はい、次はここだ。いや、届きそうにない。明らかに。はい、はい。ダン、ダン、ダン、ダン。はい。プラスマース。わーっと1マスでハプニングマスだったんだけどな。はい、ルイージスタート。6。わー、ルイージもハプニングマスか。マイナス10コイン。まあ連続3マスもハプニングマスがあるのはちょっと痛いけどな。あとはどうなる。4秒だ。よし、ラストは回して旗揚げ。あ、これはマリオパーティー100にありましたね。よし、頑張っていきましょう。
と、もうとにかく回すだけです。オッケー、おりゃ、はい、オッケー、4秒93ニューレコード素晴らしい。最後の最後に勝利を収めました。よし、はい。いや、こんなに早く回してたっけか、俺は。はい、ということで、結果発表。みんな盛り上がってるかい？このメイン会場に熱いバトルを終えたみんなが戻ってきてくれました。皆さんの戦いは後ろのメインモニターで流れていましたよ。ミニゲームで気を抜いたプレイヤーボンミスはしていませんか？ここにいるみんなにはバレバレですよ。ねえねえ、早く結果が知りたいよ。おっと、そうですよね。まずはボーナススターの発表を行います。ボーナススターに選ばれるとスターを1個ずつゲットできます。これ重要ですからね、マジで。ねえねえ、聞いて、ボーナススターのチャンスは3回だよ。本当にラストチャンスなんだ。早速1個目のボーナススターを発表します。最初のボーナススターはキャディムスターだ、イエーイ。これはキャディを一番使ったプレイヤーに当たられます。今回のキャディスターは、おっと、今回のキャディスターは2人います。2人、ワリオとマリオだ。やったー、よーし。はい、2個目はショッピングスターだ、イエーイ。これはキャンディーショップで一番多くコインを使って買い物をしたプレイヤーに当てられます。今回のショッピングスターはマリオだ。やったー。はい、これで2つ目。はい、ラストはレッドスターだ。これはマイナスマスに一番多く止まったプレイヤーに当たられます。今回のレッドスターはルイージだ。お、ルイージか、なるほど、そうしたか。ボーナススターの発表はこれで終了です。よし、ということで最終結果、それじゃあ結果発表です。優勝は、おお、この演出が長い。勝ったのはマリオだ、イエーイ。ということで、無事にスーパースター、 You are the スーパースター。はい、ということでドンキーコングのジャングルパーク無事1位を取ることができました。6スター119コイン。はい、詳細を見るとこんな感じ。他にはミニゲームスターももらえて、あとはショッピングスターももらえる、キャンディースターももらえるね。で、ランニングスターももらえる。で、あとは、あ、ハプニングスター、これも2個、2人もらえたんだね。で、マイナスバスが、まあ、ルイージだけにもらえると。いや、マイナススターだけ俺もらえなかったな。よし。はい、ということで、30枚プレゼント。3パートやって30枚か。はい、よし、じゃあ今回はこの辺で終わっておきたいと思います。よし、じゃあ次回ですね。じゃあ次回はまた4人の個人戦で次のマップやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、それから Twitter、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。